はい、こちらこちら。なんだね。唯一惜しまれることなく解散したジャニーズグループといえば V6 だね。そのメンバーでかつて AV 女優と交際していて、現在宮沢りえの夫は森田剛さんだね。そんな森田と一緒にジャニーさんから性被害を受けていたのは三宅健さんだね。健ちゃんはバイだからむしろ喜んでいたって声があるけどさ、初めて聞いた。やはり屈辱的だったみたいだな。ここに来て三宅健も性被害をカミングアウトしたのよ。どうして？最近ジャニーズを退社したわけだけどさ、カミングアウトするのが最大の目的だったみたいだな。そうなんだね。 V6 ってバイセクシャルの6人を集めたグループだからさ、うん、その頭文字を取ってジャニーさんが V6 って命名したんだよね。それなら B6 になるけどね。まあケンちゃんは独身だからカミングアウトできるんだよな。ちなみにどんな性被害にあったの？犬のうんこを食べさせられたり。それ性被害じゃないね。カピバラと一緒に入浴させられたり。